米の値段が上がったのは米が美味しくなったからではないって、というかそもそも美味しいものって何ですかって、僕の周りではこの AAO、 この頭文字を取った安心安全美味しいの AAO は禁止です。その関係者の人で美味しいもの作ってくださいで物事を片付けようとする、なんか浅はかな薄っぺらい人たちって僕は信用できませんよって。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農美事会を運営しています山下博之です。さあ今日もですね、農作業しながらでも結構ですので、こちらの農を一緒に耕していきたいと思います。さあそれでは本日のテーマはこちらになります。とにかく美味しいものを作ってくださいという罠というね、ちょっとまた相変わらず変わったタイトルなんですけど、今回もまたマーケティングの話になります。この、いやいやもう山下さん、もう本当とにかくね、美味しいもの作ってくださいって言われません？ よく言われますよね、農業やってると。いいです、いいです、本当皆さん方はね、とにかく美味しいものを作ってください。いや、実はね、この話、この前、農美事会っていうね、私、このコミュニティやってるんですけど、その中でも、定期的にね、コンサルっていうか、定期的に、一緒に話をする、ノーテラス会員っていうね、方が何名かいらっしゃるんですけれども、その方とずっとね、話してて、その方トマト作ってらっしゃるんですけど、いや山下先生と、いや実はですね、やたらと市場関係者がもう毎年、出荷前になると、いやもう皆さん方とにかく美味しいものを作ってくださいって言われるんですよって。いや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 、いや美味しいものを作ってるしって、なんかもっと俺に何を要求してるんだって。っていうか、そもそも美味しいものって何ですかって、そういう質問だったわけ。そこでちょっと皆さん、この美味しいものって一体何だろうって、これちょっと考えてみません？美味しいものを作ってくれって、やっぱ言われますよね。で、その美味しいものを作るのに、当然一生懸命頑張りますよ。肥料だったり、例えばなんだ、そもそも品種から、もっと言うと何、水管理から、いろいろ環境制御とかやりながら、美味しいものを作ろうって、皆さん努力してると思います。だけどこの美味しいものって何だろうって、ここをねちょっと今日は掘り下げていきたいなっていうふうに思ってます。で、結論言うとですね、こちらになるんですけど、美味しいものに振り回されるなって話なんです。で、いやいや、美味しいものを一生懸命作ってるのに、美味しいものに振り回されるな、どういうことですかって。私ね、結構本質的な話をするので、この動画見てくださってる方ね、農業者の方、もしくは農業関係者の方が多いと思うんですけど、なんかもう根本的なところを私が覆すもんだから、なんか結構ね、いいよって言ってくれる人もいれば、なんだよ山下お前そんな話すんじゃねえよっていう方も結構いらっしゃるんですけど、今回ね、この美味しいものをね、ちょっと覆してみようというふうに思っています。で、そこで例えばレストランを選ぶとき、皆さん方、どうやってお店選んでますかって。いや、それは美味しい店に行くに決まってるだろうって。ここなんです。また出てきましたね、美味しいところ、美味しいお店。いや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 、その美味しい美味しくないって、どこ、何 何が基準？なんだろうな。例えばこれね、レストランを選ぶ場合、一般的に言われているのが商品、接客、雰囲気、価格っていう、この4つのカテゴリーで意外と人は決めてるらしいんです。で、実はそれが5対5対5対5で、このバランスによって実はお店を選んでるんだっていうふうな、話があるんですよ。つまり商品、いわゆるサービス、例えばラーメン屋さんのラーメンが美味しい、ラーメンが5点。ところが、接客、なんか頑固親父が、なんかもう丼に指突っ込んでて、はい、うちもうスープがなくなったからもう閉店だなって、すげえ頑固親父がいたりする。で、雰囲気もなんかやたらともガヤ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 して、なんかもうゴキブリなんか出たりなんかして、で値段がやたら安い高い、つまり美味しいだけじゃないんですよ。いやいや、だからじゃあ山下さん、じゃあまずいところで接客がめちゃめちゃ良くて、雰囲気がめちゃめちゃ良くて、価格が高ければ、まずいところでもいいんですかって。これ意外とそれ良かったりしません？例えばインスタ映えしているなんかパフェの上になんかいろんなものぶっ込んで、なんかタワーみたいなのを作って、うわー映えるーって、今時映えるなんて言わないのかな 古いんだけど、そういうところがもう写真撮っても商品の味ではないっていうところで流行ってるお店とか、今あるのかな ね、なかったりするんだけど、そんなふうに実は世の中って美味しいから選ばれるだけではないんだよってことなんです。
そこでじゃあこの美味しいの定義、はい、これウィキペディア、ちょっと待ってんだね、ウィキペディアで調べたら物の味が良い、うまいって書いてありました。まあそりゃそうだよね、物の味がいい、これ美味しい、まあ、これからね、比喩的に物事が好ましい状態、いやなんか、なんかこっちにネタ振ってくれてありがとうございますとか、いじってもらってちょっとウケる、美味しいみたいな、なんか芸能界とかね、お笑い界でありますよね。それとなんかちょっと自分にとって都合が良い、なんか案件が来た時、わ美味しい仕事が来たみたいな、そういうなんか使い方もしますよね。まあ、このように美味しいってなんか物の味が良い、うまいっていうことなんですよ。だけどこれがまたねよく分かんない。ちなみにね、僕のね先輩とかで、まあ芋のねあんこを作ってらっしゃる先輩がいらっしゃって、よく商談会とかこうあんこ持って行って商談する、そしたら必ずお客さんが美味しいんですかって、もう商談会に行くたびに美味しいんですかって聞かれるから、その先輩も結構頑固者で、そんなこと言われると、あなたが今からうちの商品のあんこ以外よりももっと美味しいものを食べてたらそれは美味しくないかもしれませんねって言い聞かせてたらしいんですよ。まあそれはそうですよね。美味しいって例えば薄味が美味しいと思う人もいれば、濃い味が美味しいという人もいれば、激辛が美味しいという人もいれば、辛い甘いのが美味しいという人もいれば、もう千差万別なんですよ。でその中で、野菜を作ってる我々、果物を作ってる我々に美味しいものを作ってくださいねって言ってる時点でおかしいと思いません？いや僕はずっと思ってたんです。まあ、フルーツも、当時僕ほらスイカ作ってたから、スイカ、美味しいスイカ作ってくださいって、美味しいスイカって何ですかって、甘けりゃいいんですかって、いや甘けりゃ甘いで、どんどんもう熟して、もうやがて、いわゆる腐れる寸前が一番甘いわけですから、それでいいんですかって、いやいや違います。例えばみかんだって、みかんも、酸味が効いてなくて本当に甘々のみかんでいいんですかだったり、食感はどうなんですかって、美味しいで片付けられるとこっちとしては非常に困るんですよね。でそれに、いちいちこんななんかへりくつを言うのもなんだけど、この美味しいっていうものになんか一生懸命になんかなりすぎてませんか、美味しいものを作るのになんかあんまり定義も分からずに、なんか言い方ね、本当ね、これ皆さん方に悪いんだけど、無駄な努力やってませんかっていうことを今回伝えたいって言うんですよね。でも山下さんも美味しくないと売れないでしょって、このね、美味しくないって、この美味しいの基準、美味しくないっていう、例えば美味しいと同じように使う言葉で、例えば安心ってあるじゃないですか、安心、それとまた似たような言葉で安全ってあるじゃないですか、そして美味しい、この安心安全美味しいってこのね3つのワードがねもう非常に危険なんですよ。もうねなんかね農家はね、安心なもの作ってください、安全なもの作ってください、美味しいもの作ってくださいって、いや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 、そう安心して食べれますよ、安全ですよ、美味しいですよ、決まってるじゃないですか。だから僕は農技事会のメンバーとか、農テラス会のメンバーとか、いろんな、ね、ところで講義やってる塾生の仲間とかには、この安心安全美味しいというものはもうね、これ、営業トークには使えないし、これも当たり前なんだよっていう話をしてるんです。だから僕の周りではこの AA を、この頭文字を取った安心安全美味しいの AAO は禁止です。もうわざわざこれを売り文句にしちゃいけないよって、もう当たり前だってさ、じゃあ何ですかって、美味しくない、美味しくないものを作る方が難しいよ。で逆に不安で危険でまずいやつ、そんなもの作る方が難しいよね。いいですか、不安で危険でまずいものなんて世の中にはもうそんな流通してないですよね。まあ日本では、違う国ではもしかしたら流通してるのかもしれないけど、国内でそんな不安で危険でまずいものなんてそもそもが流通してないんですよ。だから普通に美味しくて、普通に安心できて、普通に安全なものしか流通してない。それは法律があるわけですからね。でもこの中でなんかあんまり美味しいとかに引っ張られない方がいいよっていうふうな話なんですよ。でちなみにね、不安危険まずいは FMK じゃなかった FKM なんですけれども、 FMK は熊本のね、FM の番組なんですけど、まず置いといて、で、いわゆるこのね、美味しいもの作ってくださいっていうところがね、正直言うと、僕はこう信用できないんだっていうふうな話でございます。でこれもね、またね、前回ね動画出して、いろんなねご批判もあったかもしれませんけど、米の値段が上がったのは
米が美味しくなったからではないって、まあこれ、いや、美味しくなりましたよ。美味しく、どん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 美味しくなってるんだけど、米の値段が上がったでしょ。あれは情報ですよっていう動画前回流したじゃないですか。つまり何を言いたいかって言ったら、美味しいだけで物の価値が上がったりお客さんが買うんではないんだっていうことをすら分かんない人が、市場関係者とかバイヤーとか生花流通業とか、そういう、まあ、農協さんも含め、もしかしたら市町村の担当者の方もいらっしゃい、あの普及所の方もいらっしゃいますけど、つまり農業に取り巻くところ、農業に取り巻くその関係者の人で、美味しいもの作ってくださいで物事を片付けようとする、なんか浅はかな薄っぺらい人たちって僕は信用できませんよっていう、すごいなんか厳しい話でございました。と同時に皆さん方にね、なんかそんなんに振り回されてほしくないんですよね。しっかり物事が高く売れるためには、もちろん味はもちろんなんだけど、最低限のそうなんだけ まずいものを作るわけがないんですから、もっと違うところに脳を使ってほしい、違うところに、エネルギーを使ってほしい、違うところに脳を耕してほしいって、もうこういうメッセージなんですすいませんね、分かっていただけましたかね。今回おいしいって一体なんだって話なんですよね。でとにかくおいしいに振り回されてはいけないよっていう、まあ、こういったお話でございました。すいません、毎回分かりにくくて。さあ、ということで、まあまあ、いろんなね、ご意見、ご相談、ご質問ね、受けたまってますので、まあ、本来だったらね、コメント欄でそれ、山下見れよっていう、話ですけども、まあまあ、コメント欄は皆さん方のね、コミュニティの場として使っていただければといいと思います。で、私はもう、皆さん方にね、直接ご相談ね、堂々とお受けしますので、ノーテラスっていうね、ホームページから検索していただいて、まあ、遠慮なく、ご相談のメールをね、送っていただければと思います。さあ、そしてね、11月8日、いよいよね、寺坂農園の寺坂さんがね、いわゆる人を集める極意ということで ね、冬の期間、ね、北海道の方なんで、冬の期間に人を集めて、その時に稼がないといけないのに、人が集まらなかったらもう仕事にならないんですよ。そのくらい、過酷な環境の中で、ね、銀行からも絶賛された、この40人以上集める、空前絶後のこのノウハウを全公開してくれるということで、さすがですね、大盤振る舞いです。まあ、ぜひね、ノービジオンラインからね、受講券お申し込みいただくか、もしくはノービジ VIP 会にね、ご登録いただければと思っております。はい、ということでね、今回これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。